皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回も卓球チームコの方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらになります。中国選手がやるあの縦で入る下回転サーブ、あの日本選手はラケットの面をこう横にした状態で切る下回転が一般的です。で、中国の選手は横ではなくて縦にして下回転をかけるということをお伝えしたことがありました。で、中国選手のこの縦切りの下回転サーブのメリットっていうのは、あのコースが読まれにくい、フォアとバックどっちに来るかコースが分からない、そして切れてるか切れてないかの回転量が分かりづらい、そして他にこの縦で入る巻き込みサーブ系、そして高速ロングサーブ系、ナックルロングサーブ系と全く同じような振り方をしているので、あの見分けがつかない、いろんなサーブとのコンビネーションが良いっていう3つのメリットがあります。まずやり方はこう縦で面を縦でこう入るんですけど、この時にフォア面をまず天井に向けてください。これが手順の1つ目です。まずラケットの面を天井、フォア面天井ですね。この状態でインパクトするっていうことですね。上から入っちゃうと、上から入ると叩いてしまうことが多いので、なので面はできるだけ打球する時は天井にしっかり向けた状態、これができる意識ですね。まず2本指でラケットをつかみまして、2本指でつかんで、でラケットの面を天井に向ける、ここまでが手順の1つ目になります。そして手順の2つ目です。2つ目はこの縦切りの下回転のかけ方になってくるんですけど、実はですね、私はちょっとこうてっぺんからかけるようにすれば結構切れるっていう感覚で何度も練習して、こうやってこのてっぺんから手前にかけて一直線に切ろうとしてました。こうやって頑張って切ろうとしてました。この切り方も切れるんですけど、ただあまり相手が落とすまでの下回転にはなりません。で、何回もやってた結果、ラケットのこの先端の左上ですね、左上からグリップの右下ですねにかけて、このような斜めに一直線に切ると、これで切ると切れます。戻ってきました。この斜めにガツッと切ると切れるようになります。これが衝撃的でしたね。なんだ、斜めに切ればいいんだっていうことですね。すごい切れるんですよね。なので今日は皆さんぜひこの斜め切りを縦切りでもう覚えてみてください。他のこの同じ振りのままでナックルロングの速いやつ、そして同じ振りのままで巻き込みサーブ、もうそっちの方に同じフォームのままで巻き込みサーブやロングサーブが出せてしまうといった中で、その同じその高速サーブをミスといってブチ切りの縦切りの下、ブチ切りの縦切りの下をブチッと入れる、そうするとこうやってガツンと落とす可能性がありますね。中国選手はこのような同じフォームのままでいろんな回転のサーブを出しています。で、手順の3つ目です。3つ目は今度はボールの底を削るような、ボールの底を削るような感じで、あと瞬間的に小さく鋭く切ってください。このような感じでやると縦切りの下回転は切れます。中国の選手の下回転サーブって、なんか瞬間的にすっごい速いですよね。当たる瞬間が速いです。大きくゆっくりというよりかは瞬間的に小さく速くにまとまってますので、何が起こっているかわからないんですよね。それはこの縦切りで入って、でここボールの底を削るように入るんですけど、小さく速く瞬間的にカツッとやるっていうことですですね。瞬間的に小さく速くやるですね。次に小さく速く、いい2バウンドの切れたサーブが出せました。ということで以上3つの手順で
中国選手の下回転サーブをやってみました。めっちゃスピードの違うサーブが出たり、回転の種類が全く違うサーブが出たりっていう感じで相手を翻弄することができるんです。ただ同じ振りで横下と横上を使い分けていた黄金サーブ、あれもすごく良かったんですけど、それ以上にもう回転の種類が違う。中国選手はここがすごいですね。同じフォームで巻き込みが出せる、同じフォームでロングサーブが出せる、まあ、同じフォームで下回転が出せる、でナックルサーブが入って同じフォームで入って、4つ5つぐらい同じフォームのもので5パターンの違うサーブが出せるんですよね。これすごいですよね。だから中国選手は強いんだなと思います。同じ振りのままで違うサーブが出せてるんですよね。なので今日はその中の一つ、中国選手のブチ切れの下回転の出し方、同じ縦入りの縦切りのサーブでブチッと切れるやり方を紹介しました。これが下回転が切れることが判明すれば他の縦切りのサーブがいきますよね。なので実用頻度が今大きくこう上がったのかなと思います。ぜひ皆さんこの縦切りで入るサーブ、私が今紹介している高速のロケットサーブとか高速のドライブスロケットサーブとか、あれも縦で入ってるサーブなので、あれも実はこの中国選手の縦切りの下回転サーブと派生できるといったメリットもあります。なのでもうそれぞれがこう行き合うためにも、ぜひ皆さんこれをこの機会に、せっかくのこのブチ切れの下回転がある機会で覚えてみてください。日本選手は同じフォームのままで横下とか横上を使い分けたりとかするのがうまいんですけど、中国選手はもうそれどころじゃなくて振りのもうサーブの質を変えちゃってるんですよね。もう全く同じ振りで巻き込みを出せる、同じ振りのままで下回転、同じ振りのままでナックル、同じ振りのままでロングサーブ、すごいです。ありがとうございました。